久保さん、ガソリン代7円引きにしましょうか。なんかですね、エネオス、僕いつも入れてるエネオスで、あの20リッターぐらい入れると、まあマイナス5円引きぐらいのその割引レシートが出てきてたんですよ、昔まで。で、それが変わりまして、なんかペーパーレスみたいな。で、アプリ入れてくださいみたいな。そうアプリ入れたら安くなるようになったんですよ。でも、その、レシートペーパーレスでレシート割引のそのクーポンコード出さないよ、みたいな。 で、アプリ入れたんですよ。で、アプリ、エネウスのアプリ入れたら、まあ、初回は7円引きでしたね。はい。7円引きでしたけど9000円ぐらいっていうね。配慮で9000円ぐらいでしたね。うん。ま、セルシオの方が、セルシオは多分いっぱい入りますよね。100リッターぐらい入るのかな、セルシオは。うん。なんか、ね、久保さんはオク満タンで1万超えてるっぽいですけど。まあ、僕は、まあ、ま、 はぁ、あ、9000か8000後半だったような気がします。うん。でもね、まあ、うん、なんすか、僕も昔 GT-R 乗ってましたけど、もうガソリン代だけで800万くらいはほんと払ったと思います。本当に。冗談抜きで。うん。まあ燃費のことも言われましたけど、燃費気にしてるような車じゃなかったんで、燃費気にするんだったらプリウスにするよって話で、<laughs> 軽自動車とかね。 GTR は本当に、まあ、トラン、あの、トランザースもね、あの、燃費非常に悪いと思いますけど、アメ車でね、5000cc でしたっけ。GTR も燃費悪かったですね。うん。でも今はね、めちゃくちゃ燃費い,いですね。ほんと月1回ぐらいの給油っすね。だいたい月1か2か1かっていうぐらいで、あの、全然給油しなくなりましたね。 そう、本当燃費です。だから高速とか走ると本当ねあの1リッターね15以上出ますからね高速で高速で90とか80でずっと一定で走れば1300回千三百回転数ぐらいで8090でずっと走ればもうね15は余裕で出ますね1リッターうんまあマックス多分ね1リッター20近く出たりとかしますよ高速道路は。 うん、超燃費良くないですか ?Z4 でもそんだけリッターで走んだみたいな。<laughs> まあこれは高速道路の話ですけどね。うん。そう。だから本当に結構走るんで、うん、びっくりするぐらい燃費が今はいいですね。うん、はい。いってらっしゃい。